T-2 はアメリカ海軍の潜水艦。AA-1 級潜水艦の2番艦。当初の艦名は AA-2 であった。AA-2 は1917年5月31日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港した。1919年9月6日にマドレーン・エベレットによって命名、浸水。 1920年7月17日に SF-2 に監種変更。1920年9月22日に T-2 と改名され、1922年1月7日にボストン海軍交渉で艦長クラークウィザーズ隊員の指揮下収益した。T-2 は3隻の T 級潜水艦の中で最後に収益し、その収益期間は18ヶ月間のみであった。 T-2 の唯一の任務は、水上艦隊のための長距離偵察紹介であった。姉妹艦同様に、第15潜水艦隊に配属された T-2 は、大西洋艦隊と共に、乗組員の訓練及び艦隊演習に従事する。1922年の秋までに、T9 潜水艦の設計上の不具合は明確となり、 その結果 t-2 は1923年7月16日にバージニア州ハンプトンローズの潜水艦基地で退役、予備役として保管される。その後ペンシルベニア州フィラデルフィアに移動され7年間を過ごした後、1930年9月19日に除籍された。t-2 は解体後1930年11月20日にスクラップとして売却された。 ありがとうございます。